ナショナル航空193便着水事故は1978年5月8日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。マイアミからペンサコーラへ向かっていたナショナル航空193便がペンサコーラ地域空港への着陸侵入中に空港手前の水深12フィートの湾に着水し乗員乗客58人中3人が死亡した。 同景機のボーイング727、ペンサコーラ地域空港の滑走路16の景機、着陸装置は滑走路工事に伴い1978年1月から停止しており、代わりに滑走路25への非精密侵入が利用可能だった。193便が侵入を開始する前に、完成から、総発のビーチクラフト機が高度450フィートで、運転を下に抜けたとの通知があった。 滑走路25に侵入する場合の最低降下高度は480フィートだったので、193便の副操縦士は懸念を覚え、ビーチクラフト機の侵入は規定違反だと基調に話した。また、先行していたイース対航空便も雲で滑走路を見失ったため着陸また行するとの通知が完成からあった。侵入開始後、 副操縦士は高度の読み上げと侵入状況の高頭確認を怠った。対地接近警報が鳴ったので機長が高度計を見ると、表示は1500フィートであり、副操縦士もまだ高度1000フィート以上あると考え、警報は効果率が高いせいだろうと機長に伝えた。しかしこれは機長のご読で、FDR によれば実際の高度は500フィートしかなかった。 操縦管を引いて、高価格を緩めると警報が止まったので、機長は問題が解決したと思ったが、実はこれは航空機関士が警報を切ったせいだった。航空機関士は警報の明動時点で高度700フィートだと、ケーキから読んだが、警報が大音量だったため会話がままならず、機長から指示されたと勘違いして、警報のスイッチを一旦切ってから入れ直した。 彼はスイッチを入れ直した時点で GPWS の明動条件が依然満たされていれば再び鳴るものだろうと思っていたがこれ以後警報は鳴らなかった乗員は警報に気を取られてか最低効果コードを割ったことに気づかず GPWS を切ってから9秒後293便はエスカンビア1に飛び込んだ湾内のタグボートなどが救助に当たったが 乗客52人中3人が死亡した。連邦航空局のスポークスマンは、事故当時、霧が出ていたものの指定は4マイルと、十分あり、問題なかったはずだと話した。墜落の要因として、パイロットの準備不足が挙げられた。機長と副操縦士は滑走路16が閉鎖されていることを知っていたが、二人ともそれを忘れていた。滑走路25は、 VSIS が稼働しており、情報を利用可能だったが、パイロットはこれを知らなかった。他の要因として、レーダー管制の不手際が挙げられた。連邦航空局の規定では、レーダー管制による侵入誘導にあたっては、乗員の負担を減らすため滑走路から最低でも8回に地点で最終侵入を開始するよう誘導すべきだったが、 管制官が距離を誤認した結果、193便が最終進入に乗るための進路を指示されたのは滑走路まで5回里となった時点であり、実際に最終旋回を終えたのは滑走路への距離が4回里を切ってから6秒後だった。NTSB の報告書では、管制官が機長が本来の飛行手順に沿って着陸準備することが不可能な状況を作り出したと指摘している。 管制官とパイロットたちは侵入中、とても忙しくなってしまった。副操縦士は体内の感覚的に1000フィートに達していないと思い、1000フィートの考慮を行わなかった。パイロット同士のコミュニケーションの問題と侵入継続の決定は効果率と高度に対して誤った認識をもたらした。事故後、機長と副操縦士、航空機関士は乗務から外され、 しばらくして解雇された。NTSB の調査官に対して3人は全員コード系の値を読み違えたと証言した。機体には救命以下だと緊急時に浮き具となるクッションが装備されていなかった。少なくとも24人の乗員乗客がクッションは浮くものであると思っていた。14人の乗客が避難のためにそれらを使用したがクッションは浮かなかったと後に証言した。 モビールダウンタウンからペンサコーラへのフライトが洋上飛行ではないので規定によりモビールダウンタウン離陸時には救命胴衣の場所と使用方法は説明されなかった。そのため多くの乗客が救命胴衣の場所や着用方法などを知らなかった。ありがとうございます。